カヌマ公園は神奈川県相模原市中央区カヌマ台に位置する私立の都市公園である。公園は西側のスポーツ施設エリア、東側の交通公園エリアに分かれている。双方を合わせた敷地面積は4万9000平方メートル。近隣住民の JR 横浜線、淵延駅への通り道としても利用されている。公園中央部の白鳥池はかつて、 カヌマと呼ばれていた湿地帯の名残である。相模原の地元昔話でデイラボッチという巨人が残した足跡が地名のカヌマと呼ばれる湿地帯になったという言い伝えもあり、公園内にその旨の伝承を記載した看板が存在する。その白鳥池では毎年白鳥とカルガモが放乱し、初夏には近隣の市民に見守られながら数羽の雛を従える。 親鳥の姿を見ることができる。約1万5000平方メートルの敷地を利用して1972年に開園。利用者は自転車やペダル式、ゴーカーと豆自動車を無料で1回30分レンタルし、自動車教習所風のコースを走ることができ、幼児や児童の交通マナー習得や自転車練習の場として、市内外から年間約8万人の利用者を数える。 2017年、相模原市は、鹿沼公園周辺の図書館や公民館などを複合化した施設を、鹿沼公園内に建設する計画を打ち出し、交通公園の存続が危ぶまれているが、利用者や周辺住民の反対もあり、2018年3月時点では、計画の決定には至っていない。交通公園エリアの一区画には、鹿沼公園駅の駅名板が掲げられ、 D52 形状機機関車が保存されている。現車には D52235 号機のナンバープレートが付けられており、説明版にも235号機と書かれている。138号機の刻印が複数個確認されているため138号機ではないかとの説もあるが、2009年8月に相模原 D52 保存会によって整備された際には、 原車のロットに235号機の刻印が発見された。かつて横浜市電線型千17号も保存されていたが、後に解体された。解体前には台車がなく元の車体も失われ、まるで張りぼてのような状態にされていた。豆自動車は幼児が乗車し、保護者が牽引する乗用遊具である。2005年から日産自動車が相模原市に、 毎年数台ずつ寄贈し続けているもので、水谷社製のペダルカー日産、フェアレディ Z、日産、スカイラインをカスタマイズしたものとなっている。横山公園、小山公園、鹿沼公園の指定管理者及び指定の経緯等について、自転車デビューどこで、相模原の交通公園、存続危機白石を一朝日新聞デジタル二千十七年九月一日閲覧。日産自動車、 幼児用,用豆自動車相模原市に寄付相模経済、新聞2017年9月1日閲覧 A、キッズ水谷2017年9月1日閲覧。ありがとうございます。